週末一人で夜空を見上げることはありますか都会の雑踏の中で見上げる夜空でも高原の澄んだ空気の中満天の星の輝く夜空でも。 波間にきらめく月明かりの夜空でもあなたが人恋しくなったら僕のお話を聞いてくださいさて今日はこのお話をご一緒にこの番組は「ことのはおこのは」 株式会社アルファの制作でお送りします。こんにちはのらりくらりネタミソネミの松田と竹沢です各週月曜日配信中ですネタミソネミヒガミ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします皆さんのネタミソネミも募集しますよろしくお願いしますーす !Try to the next stage アルファ。毎日平凡な地方公務員として、自分なりに一生懸命やれていることも、お給料をいただいて、つつましくも好きな本を読むことができていることも、28歳の神山遥は,は、幸せだと、素直に感謝できるようになって、10年が経っている。 その小さな幸せの灯火を心に灯すことができた日は、かけるが俳優としてその世界に産声を上げた日でもあった。今から28年前、東京近郊の造り酒屋の後継ぎだった父と見合い結婚だったけど仲の良い夫婦だったらしい母との間に、 私は、待望の子供として生まれた。でも、母は私を産んですぐ亡くなってしまった。父は、相当落胆し、寂しい思いをしていたと、おばから聞いたことがあった。私、私は、母のいる生活を知らないで育っていたから、母が、そして兄弟がいないことを、 寂しいなんて感じたことはなかったんじゃないかな。だって、それが私の当たり前だったから。それが5歳の時、弟ができた。3歳のかわいい弟、カックン。父の蔵元の酒は結構評価が高く、醸造した酒を銀座の高級な飲食店に直に卸ろしていた。 そんな関係で高級クラブの雇われママをしていた女性と知り合ったようだ。その結婚は親戚中に反対されていたから、父は家を出るという形でその女性と結婚した。すぐに生活に困ったらしい。父のような特殊な仕事をしていた人間には中途採用はなかなか難しかったようだ。弟と私と父と母の生活は、 結局、母がもう一度銀座で働くことで何とかなっていたようだ。大人の都合など、子供には関係がない。私は、弟ができて嬉しかった。姉誕、姉、ね、誕、ね、と言って、慕ってくれる。蔵元で働いていた、父も祖父も、そして、 働き手だった母の代わりに忙しくなった祖母。私は家事を任されたお手伝いさんにたまに相手をしてもらいながら広い座敷で一人あまり手のかからないいい子として育っていたから父たちは家族らしい関わりをどこかに置いてきてしまっていたのかもしれない。そんな私に初めて家族ができたのだから寝るときも遊ぶときも 五歳の私は一生懸命に弟を守っていた。いつも一緒にいた愛しい弟。カっくん、一緒だよ。いつも一緒だよ。姉、ね、ん、一緒だよ。一緒にいられることの呪文のように何度も繰り返していた。いつか、でも、 近い将来離れることの不安を子供心に感じていたのかもしれない。夕方になり、母が綺麗な格好で出かけていくと、父は台所から酒瓶を出してきて、あおるように飲んでは、ぶつぶつと独り言を言う。そんな状況はまだましで、お腹を空かせた私たちには全く関心がないくせに、 母がポットに入れておいてくれたお湯でカップ麺を私が作って、弟と音を立てないように、台所の隅で食べていることには腹を立てて、怒鳴り散らすことがあった。ラーメンがすっかり伸びて、スープはなくなり、ふやけてカップの中で固まってしまっても、その怒鳴り声が止まらない日は、最悪だった。父が働くことができず、 母をまた水商売の世界に戻してしまったという、その時の状況に、父はいたたまれずにいたことは、自分が大人になってくると少しは理解できたが、その当時の私は、父に怒鳴られることが嫌で、飲み疲れて寝てしまうのを、近所の神社で、弟と膝を抱えて待つことしかできなかった。それでも、次の日の朝、帰りが遅いと言った、 母とたびたび喧嘩になって、結局、結婚生活は、二年と経たずに破綻した。メータン、メータン、なんで行っちゃうのカックンと、一緒にいたいよ。あの日、弟と私は抱き合って泣いていた。子供の力が大人にかなうはずはない。 無理やり引き離されて、そして私は、この世の中で一番大切なものを、なくした。七歳の私は、父と祖父母の家に戻った。すぐに父は再婚し、ママ母と、その子供たちと暮らすようになって、弟のことを、だんだんと考えないようになっていた。 寂しすぎたから思い出すことを無意識に拒否したのだと思う。鈴音色、ことの葉、音の葉。皆様、ライブを生で見ていますか？五十歳を過ぎた今でも。 月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃまをお送りする、ラジオ番組、ここに開始します。なんのこっちゃいにしゃま、今の青春、我がライブ人生。各週水曜日、アルファからポッドキャストにて、配信中。ライブトークに花を咲かせませんか ?Try to the next stage. アルファ。10年後、私は、 大人しい無口な高校生になっていた。この子は無口だからの一言で、父親とも、ママ母とも、そして、その子供たちとも、関わらないで済んでいた。だって、仲良くなって、また父たちが離婚してしまったら、私はどうすればいいのかと思うと、このまま、一人でいる方がいいと思ってしまったのだ。 そうすると、当然、父とも、ママ母たちともうまくいかなかった。私が、幼心に傷ついていることなど考えもせず、父もママ母も、私が懐かないことだけに困惑して、家族としてはいないものと諦めていったのだ。そうして、この十年、本の世界だけが、 自分にとって幸せな世界だったから、のめり込むように図書館の本を読みあさっていた。高校に入った頃、ある作品に出会って、登場人物のセリフをなかなか理解できなかったけど、戸惑いながらも、その作者が描く人間の愚かさや寂しさは、自分の居場所を示してくれているようだった。私は、必死で古本屋を回り、 絶版になっていたその本を見つけ、いつも、カバンの中に入れていた。一年後の十八歳の秋、演出家の谷山が、その作品を手がけると、話題になっていた。それも、地元の劇場でやるという。あまり話をしなくなっていた父に、わがままを言って、そのチケットを購入してもらった。 どれだけ指折り数えて待っていたことか。小さなその劇場の左側一階席。一番舞台から遠い LA-18 だったけど、嬉しかった。主人公をやるかけるという少年のことは知らなかった。それもそのはず。カケルはこの作品でセンセーショナルなデビューを果たしたのだから。 16歳とは思えない演技に芝居の世界の人々もマスコミもニューヒーローに沸き立っていた。私もファンになっていた。男と女の違いはあるけど彼に自分をオーバーラップさせて私自身が社会に向けて叫んでいるような気がしたのだ。辛口で有名な評論家も 手放しで褒めていた新聞の劇表を切り抜いて、スクラップブックに嬉しくて貼り付けた。舞台の成功を伝える雑誌の切り抜きも、芝居のチラシも、女性誌の表紙も飾っていたから、読みもしないのに購入した。高校の同級生から、はるかが <laughs> 珍しいね。どうしたのよ。受験勉強やりすぎでおかしくなったふふ。<laughs> と笑って答えずに大切にカバンにしまった家に帰って自分の部屋に入りかけるのことが書かれているページを何度も何度も読んだその後もかけるが出る芝居は全部見に行ったありがたいことに地元の劇場が本拠地のようになっていてかけるの多くの作品が見られた 席は、いつも LA18 と決めていた。正面ではないこともよかった。それさえも、自分に合っているような気がしていた。そうやって、ひっそりと静かに10年が過ぎ、私は、28歳の、真面目だけが取り得の公務員となっていた。 父とも疎遠になっていた私は、実家を出てアパートで一人暮らしを始めていた。実家の蔵元は、義理の弟が継いでくれるらしい。まあ、血は耐えてしまうけど、蔵元は続くのだから、いいだろうと私は喜んでいた。私は、アパートの本棚のスクラップブックと、カけるさえいれば、生きていける。 アケルは、若手の実力派俳優として、ロンドンでもニューヨークでも評価され活躍していた。まだ26歳。一時マスコミにも騒がれるアイドルのような存在になっていたが、本人は芝居以外には興味がないようで、ほとんどテレビの画面に露出することはなかった。プライベートも謎で、逆にそこも人気に拍車をかけていた。 それを売りにしているんじゃないのと陰口も叩かれているけど、売りにしているわけじゃない、と私は思っていた。彼の舞台で魂を絞り出すような台詞を聞いていると、私の心も震える。それは、きっと私だけじゃないはずだ。何か、何かあるのだ、かけるには。 今日は、いつもの劇場で、ロンドンからの外線公演がある。もう、チケットは3ヶ月前に購入して楽しみにしていた。LA-18。いつもの席だ。最近はお金がないわけじゃないから、他の席も買えるのだけど、やっぱり、LA-18。あ、電車が 事故で止まってしまった。開園に間に合いそうもない。最寄り駅で降りると走り出した。二幕だけでも、カケルに会いたい。スズメイロ。 音の葉,音の葉皆さんはどんな時に演劇を見ますか素敵な演劇ライフをもっと豊かにナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません<っ>演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけてはいご紹介ラしャすい濃い味のせえつながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします 週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中芝居見るなら別のことおっとそれならとりあえずお芝居一回見てみない、right to the next stage. Alpha. よく見ろ。俺はここにいる。第1回。お聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。番組公式サイトのメールフォームから感想などお便りをお待ちしております。それではまたお会いしましょう。岡部すずねでした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。